ちゃん、ズーミンさん、ガントチャットさん、ダンスーさん、ケンケンさん、クジマスさん、ソリオさん、カタカナのタカさん、ブンちゃん、ソリオさん、ジャボテンさん、フラペチーノさん、ギフトありがとう。ヒゲメガネさん、キノコの子パパさん、ギフトありがとうございます。こんばんは、ガントチャットさん、金魚ありがとう。私今ね、片目がね、コンタクト入ってないからね、全然見えなくて、コンタクト落としたんですよ。だから今日レッスン中さ、ずっとコンタクト片方ない状態でやっててさ、だからなんか気持ちが悪いから、眼帯ないですかって言ったら、眼帯を持ってたマネージャーさん、持ってたっていうか、なんか買ってきてくれたマネージャーさんがいて、それでなんとか今日こうしてました。ここに眼帯貼ってた。そう、私目がめっちゃ悪くてさ、そのコンタクト使ってる人ならわかると思うけど、レンズの度数がマイナス8なんですよ。それでちょっと片方見えないってなったら、本当になんか気分悪くなるっていうか、酔う感じになるし、あと頭痛くなっちゃうから、まあ、じゃあ配信ではそんな長いこと踊らない、踊ったりしないから、まあ別にいいんですけど、踊るってなるとなんかもうよくわかんない状態になるから、とりあえず眼帯張ってた。まあもうこのこれももうすぐ撮って、あとはもう寝るだけなんで、別にまあいいかなっていう感じです。そう、片方見えないままレッスンしてた。家にちょっとね、地味に帰れなかったので、そのまま目に蓋してた。コメントは読めるよ、終わったらね、すぐこっちをね、もう捨てちゃって、これツリークなんですよ。だからツリークなんですけど、でももう捨てる日も近かったので、もういいやと思ってピッて捨てて、もうメガネしたいと思います。今日はこんばんは。そうなんですよね、なんかなんかこういうことめったにないからさ、別に予備とかは用意しなくてもって感じだったけど、メガネしたらもうメガネこんなになるんです。小豆みたいな、大豆みたいな目になるので、恥ずかしいのでしません。メガネは伊達メガネだったらできるけど。こんばんは。モンブランさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。メガネはね、本当に誰にも見せたくない。こんばんは。あー、お腹空いた。今日さ、おにぎりお昼さ半分食べて、ちょっと時間なかったから半分残してカバンに入れてたらさ、なんかすごいことになってたから、ちょっともう食べるのやめようって思った。
クールは聞いたところに追い取ったつもりなんだけど、なんかちょっとよろしくない雰囲気があったので食べませんでした。そう、あとなんかねチーズ買ってたんですよ。チーズ買ってたらなんかそのチーズも溶けてて、でもなんかなんでだろう、別にそんなめっちゃ暑いところに置いてたわけじゃないんだけどね、それなりにクーラー効いてたと思うんだけど、なんであんなことなってたんだろう、よくわかんない。でもこの季節あんまりなんか放置したもの、放置してなんか時間が経ったものを冷蔵庫に入れないで食べて置いといたものを食べるのはちょっと良くないかなと思ってやめました。結構ね室温でも溶けちゃうんだね。別に体感的にはめっちゃ暑いわけ、暑い部屋でもなかったんだけど、としやさん、東京1068さん、きよさん、ギフトありがとう、白袋さん、かわいいギフトありがとう。ね、ちょっとやばいやばい雰囲気がしたのでやめました。あ、でもね帰ってきてあれ食べた、裂けるチーズと果汁裂けるチーズと果汁グミっていうなんかご飯とは言えないものを食べました。お昼はねおにぎり半分とね大根のサラダ食べた。お腹すいたな。こんばんは。てかめっちゃ蚊に噛まれたんよね、ありえんほど噛まれた、足首あたり。足首にさなんで蚊って刺しがちなんかな、ちょうど見えてるところだから肌が。なんかさ蚊って足首とか狙うよね、よくこの辺りを。血管が多い、あーなるほどそういうことか、血管が確かにこの手首とかさ首とかさ足首とかさ、そういうことか、血管が多いんだね、だから蚊が狙ってくるんだ。かゆい。イケメガネさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう、クジマスさん、ギフトありがとう、カタカナのタカさん、ありがとう。今日はもうちょっとしたらもう配信を終わらせて、また明日頑張るためによく寝たいと思います。だからベッドに入ってもさ目つぶってさすぐ寝れるわけでもなくて、なんかいろいろ考えたりしてたら、あれはどうしよう、これはどうしようとか、なんかいろんなことを考えてたら時間が経って寝れなくなっちゃったりするので、今日は何も考えずに寝ます。何も考えずに寝れたらいいけどね。みんなも月曜日お疲れ様でした。今日なんかめっちゃレッスン長かった。仕方ないけど、だって渋谷がもうしあさってとかですよね、ツアー全員出るもんね。大丈夫かなって感じ。ガントチャートさん、花火ありがとうございます。
花火パン。なんかまた実家に帰りたくなってきちゃった。いいな、広島に実家がある人っていいよね。やっぱり実家から通ったりするっていうのって本当に羨ましい。ハロさん、星ありがとうございます。ガントチャートさん、グジマスさん、フッキーさん、イルロスさん、ギフトありがとう。なんかさ、昨日じゃないわ、たまに思うんですよ。社会人時代はね、実家から通ってたからさ、帰ってきたらご飯があったし、洗濯もされてたし、お風呂も張ってあったし、なんかそういうのって本当幸せだったんだなと思うよね。だからみんな実家に帰るんだよね。実家が好きじゃない人もいるかもしれないけど、私は実家が好きなんだよね。でもね、ちょっと考えた時あるんですよ。家から、本当に実家から広島に通ったらどうなるんやろうって考えたことある。一時なんかすっごい帰りたい時があって、通えるのは通えるかもしれないけど、相当お金かかるなと思って、現実的じゃないなと思ってやめました。そう、新幹線通勤本当に考えた。本当にもうこの家を出て実家に帰ろうかなって考えた時があった。あ、そうなんですよ。昨日ね、アットジャムでね、宮園ゆかちゃんにお会いしました。ニキ研究生、2期生オーディションの時に知り合って、でそれでね、仲良く、まあ、すごい短い時間、その1日だけではあったんですけど、なんかすごい、あ、いい子だなと思って、なんかその一緒にいるテーブルの時間だけでもすごいこう仲良くしてもらって、それでね、私が1位って呼ばれた時もね、すごい口パクでなんかお祝いしてくれたんですよね。おめでとうかな、おめでとうって言ってくれて、だから、ゆうかちゃんと思って、ゆうかちゃんと一緒にグループ入りたかったよってずっと思ったし、そうずっと思ってたので、まあ違うグループとはいえど、アイドルとしてね、また出会えたのが、出会えたのがすごい奇跡というか運命というか嬉しかったですね。なんか私だけなんか会いたいなって思ってたのかなって思ったら、なんかゆうかちゃんが連絡くれて、それでね、会うことになりました。またね、ご飯とか一緒に行けたらいいなと思います。嬉しいね。なんかあの時の記憶が蘇ってさ、
あの時そのゆかちゃんが26歳、あ、16間違えた、それは私が今年誕生日のんでなる年だ。その時ゆうかちゃんが16歳だったの、そのオーディションの時に。で私が21歳だったのね違う違えた、21歳と16歳が混じっちゃった。そう、ゆうかちゃんが16歳で私が21歳だったの、ね、21歳って考えたらなんか怖い、やばい、本当にあの時もまだ私も若かったんだなって思う。21歳ってだって21歳ってやってたもんそれは置いといて、で、あのね、あでさ、まあもう大人、なんかすごい大人っぽくなったねって言ったら、なんか21歳になりましたって、21歳になったよって言われて、あ、私があの時ゆうかちゃんに会った時の年齢なんだって思ったらね、あ、はじめまして、はじめまして、ありがとうって思ったら、なんかさ、すごい時が経ったんだなって思った。待って、本当にさ16歳で時が止まってたの、本当にゆうかちゃんの。だからもうあんな、なんかなんか小島愛子ちゃんみたいな、なんかあーって感じだったの、もう本当に小島愛子ちゃん配信、なんか2期生のそのオーディションで配信があったんですけど、配信の時に可愛いなと思って見てたのって言われて、なんかそんな、なんかゆかちゃんがさ大人になっててさ、なんかちょっと落ち着いて話し方してたから、なんかびっくりしたすごい、なんか背も伸びてたし、そりゃ伸びるかと思って、16歳から21歳、17、18、19、20、私は背伸びてないです5歳年の差があったんだな。いやー、でも面白いね、時の流れって。ウミガメさん、ギフトありがとうございます。でもね、その2期生オーディションの時のそのテーブルがさ私がいてで、今カラフルスクリームのミュウちゃんとかが私の隣にいたのかな、右隣かな、で真ん前に宮園ゆかちゃんがいた気がする、確かそんな並びだった気がする。それでなんか同じ関西テーブルですごい仲良くさせてもらってたの。なんか緊張するねみたいなどうなるかな。そう、だからあの中間発表入ってなかったからねみたいな、でもどうなるか分かんないよね、分からへんなーみたいな、その関西テーブルだったから、あのでも関西弁だったんですよ、みんな本当に
関西弁で、でしかもあの踊らないといけなかったんですよ、会いたかったをね。で踊るのやばくないって踊るのなんか踊るの得意みたいな、いやいやみたいな。そう関西テーブル関西テーブルは関西テーブルですごい一つになってて、他のテーブルもこうおのおのこう仲良くしてて、でなんかリコチとかさやかりんとかサラピとかミホリンとかが行ったテーブルが、私が結構あの部屋の、一番最後のテーブルで端っこの方だったんですけど、入り口に近い方のテーブルにいて、あんまり覚えてなくって、めっちゃ遠かったから、そのテーブルが広い部屋の中で、そうだから、そう合格しましたってなった時に、もう私のテーブルだけ一人だったんですよ。でうわーなんか向こうの方に固まってると思ってそう戻ってきた時にもうね、あのオーディション落ちちゃった子は帰ってしまってて、で私とかその受かった子たちはもう一回そのテーブルの部屋に控室に帰ってきたんです。帰ってきて、でそれで戻ってきたらもう全然もうに、まあ、当たり前だけどオーディションに落ちちゃったから、もう綺麗に荷物がなくなってて、そのそれでね、なんかあーなんか向こうすごい受かった子多いなーと思って見てましたその時あーみんな帰っちゃったんだーと思って、そうね、さよならも言えなかった。そうなんですよ、だからまた会えて嬉しい。みゆちゃんとかゆうかちゃんとかさ、フェスで他のグループで活躍してて、そうやってオーディションで離れ離れになっちゃったけど、なんかね一緒にまたアイドル界で頑張れてるのが嬉しいです。すんごいぼやっとなんだけどパセリがこっち側にいた気がするんだよね。パセリだったかな、違うかな、私から見てすっごい、まああんまり言ってもよく伝わんないかもしれないけど、テーブル、自分のテーブルがなんかもう ABCDE ぐらいの一番最後のテーブルだったんですけど、パセリのテーブルがなんか一個飛ばしであって、でなんか福岡組が一番最初の入り口付近のテーブルがあって、でこっち側に誰かいたっけな、で真ん中のテーブルレーンにももちゃんが いたような気がしなくもない、あとりんことかいた気がする、違うかな違ったっけな、でなんかあんなちゃんもこっち側にいた気がする、前の方はあんま覚えてないんだよね、あんま覚えてない、自分の前は覚えてない、なんかこっちばっかり見てた気がするこうとこうしか見てなかった気がする、前は見てない、なんでだろう、あ、絵に描いたら分かりやすいかな、
なんか長テーブルが1,2,3,4 部屋がこうあったとしたら、トンなんか長テーブルがピョッ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 ってあったんですよ。私が一番ドアから遠いここのテーブル、長テーブルの本当に最後の最後の方に座ってて、108番だったんですよ。だから結構遅い番号で、もう本当に私最後の最後の最後の方のテーブルでした。そう、ピョ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 、ここだって本当に今思い出してもなんか笑けてくるな。108番って108番小島愛子って言われた時のえっていうふわマジかっていうの恥ずかしいな。まあでもそれからさ4年が経ってるってびっくりだよね。あの時発表したの佐竹さんっていうのも面白い。なんかね本当にね、なんか私1位で通過したじゃないですか。もう本当になんかいろいろ言われまくったんですよあの子誰とか、本当にあの子誰とか、えみたいな、直接じゃないけどなんか知り合いの票を集めたのかなとか、全然知り合いとか友達に言ってなかったし、なんか身内票かなみたいな言われたけど、もう全然ね、あの親戚にも友達にも言ってなくて、本当に知ってるの家族ぐらいだったので、だって前日に言ったもん、私の友達に前日に、実は明日オーディションがあって広島行くんよ、しかも投票なんよって言って人脈ないって、何やったんやろうね、本当に何やったんやろう。でもなんか韓国の方が応援してくれたのが多分大きかったと思います。わかんないけど、前日にも前日にもね、あの友達にしか言ってなくて、仲のいい、本当に仲のいい友達にしか言ってなくて、
親戚にも言ってなかったから、なんかもうダメ元で行ってくるんよみたいな感じで言ってたんですよ本当に。まあ受か、まあなんかね中間発表っていうのがあって、なんかそれも入ってなかったんよねみたいな。でもまあ広島行ってくるねって言って仲いい子に言って、でお母さんと広島行ったんですけど、なんかその時も広島なんか面白いね、こんな街なんやみたいな、すごいのんきな話してて全然もう受かる気持ちっていうか、もうだって中間発表にも入ってなかったらもう望みあんまりもうないよねみたいな感じで、もうダメ元でじゃあ最後行くだけ行っとこうかみたいな感じで行ったんですよまあこれで受からなかったら、ね、また頑張って働こうって思ってたまた頑張って働こうって思ってて、そうだからホテルでなんかお母さんになんか会いたかった全然覚えれんのやけどとか言ってあの会いたかった会いたかった会いたかったイエスってあるんですけど、あれ動画で送られてきてたんですよ。でその前日ホテルで泊まった時にね、お母さんに「お母さんちょっと踊ってみて」とか言ってでも全然私覚えれんとか言ってもう明日踊るのにどうしよう、もうまあでも誰も見てないかとか言って多分やってたんですよまあステージで踊ることなんてめっちゃにないしねって言ってそのホテル夜のね、そのホテルの宿泊部屋でね、ステージで踊ることもないし、まあ誰も見てないよねとか言ってそうでクレードホールについてさ、じゃあここでまあ見ててみたいな、ここでお別れだね、まあ見ててみたいな感じで別れて、でいろいろもう全部終わった後にお母さんがあの控え室にやってきたんですけど、なんかどうするんみたいな感じで私のことを見てきて、で私もどうするってなってどうするなんかね、そうお母さんに願掛けで、まあ、一応さこうやってオーディションに参加したからにはやっぱね、その書類とかで落ちちゃったかとか、その二次審査でダメだった子とか、受けたくても受けなかった子とか、まあいろいろさいるから、まあ、ちゃんと受けたからには最後までね頑張ろうよみたいな感じで、あの黄色いリボンをねお母さんがつけてくれたん、あこれつけたらって言って、これ目立つからいいんじゃないって言ってくれたんですよ。だからお母さんからもらった黄色のリボンはねつけました。つけここにポニーテールして、誰か見てくれるかなって思いながらつけたんです。 そしたらまさかの1位で、控え室に入ってきた時にどうするどうするって、ちょっとねちょっと最初ね私ね事態を考えたんですよこんなはずじゃなかったと思って、すごいなんか正直もうなんかまあなんかダメ元だと思ってたからさ、入った時だからもうなんだろう、
もうちょっとちょっとえっ待って待って、なんで1位ってなってもうちょっと待ってと思って、もう衝撃すぎて、もう待ってこんなじゃなかったんだけど、いやそりゃさやっぱ受かったらいいなっていう思いではあったけど、1位でね入るとは思わなかったから、お母さんと顔を合わせた時にどうしようってなってでなんかね、話したもん、お母さんどうしよう、ちょっと私辞退しようかなって言って、辞退しようかなって言って、まあとりあえずなんかこの後あるんやろって言われて、でそれでなんか記者会見みたいな感じで、なんかはい、なんかすごく嬉しいですみたいな、ね、とっても嬉しくてこれから頑張っていきたいと思いますって思ったけど、本当にね、お母さんなんかそのお母さんと兵庫に家に帰った時に、なんか辞退の電話しようかなとか言ってたんですよ。もう本当にやめる、私ちょっとごめんなさいっていう、待ってそんなつもりなかったと思って。電話しようとしてた、いや電話番号を探したもん、STOTA って言ってでもなんかやっぱりなんかですね、なんかうん、皆さんがね応援してくれてたので、ちょっとまあ責任を持ってアイドル頑張ろうと思ってなんかもうそうなんか怖いって思ったんですよ、なんで私が1位、ええどうしよう、もうごめんなさいやめますって言おうかなって思ってたって感じでも、なんかさこういうことをさ入ったばっかりの時に言ったらさ、落ちた人のこと考えてくださいとかってさ言われるじゃんか、だからずっと言えなかったんだけど謎にいきなり謎の告白なんですけど、まあ、そういう感じでなんか電話番号を探して電話をかけようとしてましたもうビビった、本当にビビってて、ビッグリンゴだったんです。そう、なんかね、恐れたことしちゃったって思ったんですよ、私。待って。受けたもののみたいな、受けたものなんか怖くなってきた、どうしよう今までと同じ普通の生活しようかなってなんか考えました4年前。
かね、これはね、なんかなんだろう、その本当に私あれなんですよ、もうなんか全然自慢できるような人間じゃないので、本当になんかもう皆さんが思ってるよりも私相当自己評定じゃない、自己評価、自己判断何がめちゃくちゃ低いので、みんなが思ってるより、なのでもうなんかこれ自慢話とかなんでもないんですよ本当に。だからあのもうやっちまったなって思ってもうこんなもう普通の女子なのにと思って、今はもうだいぶね自己肯定感だでもね、その時はねやっちまったなってちょっとね思ったよね、もう普通の人間なのにと思いながら。なんかだから最初ねもうめっちゃね可愛いとかって言われるのがね、もうなんかもう言わないでくださいみたいな、かわいいみたいな感じだったんですよ本当に。なんか私かわいいでしょみたいな子いるじゃないですか、もう最初から私はアイドルになりたくてなったんですみたいな、もうそうなんかそう、もう全然そういう風にさ最初なれなくてさ本当に焦ったよね、焦る、羨ましい、最初からそうだった感じの自信ある感じ、羨ましい。白ふくろうさんありがとうありがとう。だからさ、あの配信でさ、なんか最初の辺の配信でさ、なんかよく可愛いねみたいな、よ一位様みたいな。なんか言われる時にもうって感じだったの、もうなんかもう言わないでお願い、言わないでよって思ってた。頭おかしいよね本当に、頭おかしいと思う、もう超最初の方、2019年12月ぐらいの頃ですね、年明けて2020年1月ぐらいからはなんか配信に慣れてきたけどニンニクマンスケさん、ガントチャットさん、おみかんさん、ゆういちさん、ギフトありがとう。懐かしいね、そう考えたらは私もさ、なんか少しは慣れたよね。いやまさかミュージックステーションに出させてもらうまでにねなるとは思わなかっただからさ、そう考えたら3期生の子たちとかってさ本当にあれよね、まだまだ不慣れなんだろうなって考えたら、なんかそういう時期を思い出して、まあいずれなれるよって思うよね、感じるよね。カタカナのタカさん、空飛ぶドラえもんさん、トービンさん、ギフトありがとう。
というわけでそろそろ終わります。ウミガメさん、ギフトありがとうございます。ではでは、ではでは。ね、のど自慢とか出たりしてね、嬉しいです。では13位、ズミ。12位、ウリン。11位、ブンちゃん。10位、ケンケン。9位、ヒゲメガネさん。8位、トービンさん。7位、ソリオさん。6位、クジマスさん。5位、ジャボテンさん。4位、カタカナのタカさん。3位、シロフクロウさん。2位、空飛ぶドラえもんさん。1位、ガントチャットさん。ありがとうございました。ではでは、皆さんまたお会いしましょう。さようなら。